うわーめっちゃ綺麗、普通に綺麗やん。うわー癒されんな。ズームが抜いた。ああ危ない、危ない。じゃあね、ありがとね白浜の主。白浜の主ありがとね。結構最高のロケーションだったわ。さあということで次はどこ行くんじゃい。次はね和歌山の潮の岬かな。うん、今週最南端にある岬だよね。じゃあ行きましょう、レッツゴー。ここがスカイローだ、白浜スカイロード。え、これスカイライン。じゃあこの上にスカイラインがあるね。スカイライン一緒に乗るんじゃん。スカイロードとスカイラインとかどっちでもいいわ。確かに、まあでもいいね、確かに。ヤシの木ね、ずっと続いてるじゃん、これ。本当だ。すげえ。綺麗だな。でこっちさ、逆の方面行くとさ、ワクワクするんだろうな。逆の方面？ああ、そういうことね。うん。内陸側から海沿い向かう道がってことか。そう。確かに。こっちは負けてないでしょ。でも白浜スカイロードって書いてあるけど、今空港の写真あったよ。ああ、そういうことか。なんか空港あんの、こっち。あれある。南紀白浜空港っていう空港がある。ああ、だからスカイロードっていうのかな。だからか。知らないで走る。スカイか。これ何とか右側そうじゃない。違う、なんかガス洗ってくれ。マジで無法地帯じゃねえの。無法地帯っぽくねえこれ。なんか標識だって、マジ標識出てこない。そしたらなんとか空港って、え、マジだ、出てきた。西だよね、そうだよ。和歌山の白浜の地形見ると西だよね。空港が右って考えると。おー、なんかすげえ。無法地帯あっていいじゃねえか。はい、ということで潮の岬まであと 1.7 キロってことでね、もうすぐ着きそうです。ずいぶん走ってきたね。なんだ1時間半か。1時間半走って結構ね、海岸沿い走って今端っこまで来てるから、まあ、もうね目的地見えてるからね、このまま行っちゃいましょうか。潮の岬ってどういうとこなんだ。まあ、海岸沿いってだけで何もないんじゃね。なわけねえだ。なんかあるんだろ、岬ってのが展望台ぐらいあるんだろ。まあでもね、本州最南端の展望台がね、あるらしいんでね、そこでまあ写真撮ってね、行ければなと思いまして。いいね。で、なんかちょっと今右に見えてたよね。ちょっと見えてたね。見えてたね。灯台なのかな。灯台っぽいね。あれじゃない、あれでしょ。あれだ。片付け行くなってさ。俺の経験言っていい。だいたい岬ってね、あの展望台行くと、あの歩くんですよ。バイクを置いて5分ぐらい歩くんですよ。確かに。まあ、もしかしたらまた登山になるかもしれない。苦しすぎる。マジで苦しい。いつも通りない可能性が非常に高い。でも最近パターン楽しいからな。嘘だろ。そうだろ。楽しくないの。いや、楽しいと辛いのどっちかだったら辛い。ヘルメットのやつやったら楽しい。間違いないな。息入れのバレーからだ。これお前だ。だいたい2回休憩入るから。
おじいちゃん休憩、おじさん休憩やんけ。いやってことはもう目的地だね。300メートルか。え、近いね。早いね。この逆でもいいね。おお。いいね。気持ちいい。これは？さあ見えてきたね。潮の岬灯台右で。右。うん。間違いなさそうだね。オッケーです。さあ。どうしよう。はい。バイク歩行者に注意。ってことは入れるってことか。バイク通行できますかって書いてあるね。行きますか。行くか。おってことはさ、これ歩かないで行けるパターンかもしんねえよ。素晴らしいな。うわー、バイクだとありがてえわ。うわー、これ歩かないでいいんだよ、ラッキー。超ラッキーや。すげえ。うわー、海だー。海だー。ゴリゴリ海広がってるわ。今もこれ地上されてるよ、これ地上されてる、本当に地上スプレーだな。ちょっと怖いな。おあれ、ここに飛べるバイクの乗り入れ禁止しております。ここに飛べばいいってことか。潮の岬灯台だからここだね。うん、ここじゃない。ここだね。よいしょ、オッケー。じゃあそしたらバイク止めて行こっか。よし、じゃあ行きましょうか。オッケー。